私立松ヶ瀬学園松ヶ瀬食堂、今日のお客様は、最高位戦日本プロ麻雀協会の友添プロです。友添です、よろしくお願いします。じゃあ乾杯、よろしくお願いします。ツイッターでなんかそういえばさ、はい、M リーガーになるための本気で行動するとか書いてあった。はい、気づきました。うん、オーディションの時はね、うん、まあそれ受けるでしょ、もちろん。だって M リーガー、はい、まあそれはプロだし目指してるから、うん、し勝つために一生懸命やるんだけど、勝てなくてもやっぱ画面で露出のあるところで打ちたいし、自分の麻雀見せたいっていうのはまあプロの差がでしょ、うん、だからあれ出るじゃないですか絶対。 ね、でも優勝してどうしても M リーガーに絶対なるっていう覚悟まではなかったんですよね。ほう、あ、勝ったらもちろん嬉しいからなるんですけど、うん、なるほどね。絶対何があってももう松ヶ瀬さんぶっ殺してでもなったるっていう気持ちまでは今思うとなかったかもしれないんだけど、それをねちょっとね改めまして、うん、本気でやることに決めたんで、ちょっと。なるほどね。はい。今作戦をね、動かしてるとこですね。あ、もう動いてるの？はい。動いてるんだ。これはね、本当に動いてるんで、ちょっとビビりますよ、松川。これ、まあ今日は言えないんですけど、まあ、言えないんですけど。うん、まあ時が来たらわかるってことね、それは。そうです、そうです。松川さんもちょっと活躍し続けてもらわないと、うん、僕がなった時にもう松川さんいないみたいになったら寂しいから、頑張ってくださいね。まあでもね、今のところで、ね、はい、ちゃんと、うん、この2年間は一応結果出してるよ。やばいよね。でもなると思ったでしょ。僕も、まあ、松田さん勝ったらまあなるよね。あれはああなるなと思ってましたけどね。ああなるなというかこうなるなというか。あ、そう。うん。あれあの日ね。うん。松田さんが不倫火山オーディション優勝した日だったんですよ。7月23日は。おお、はいはいはい。2021年の7月23日に、うん、松田さんと風林火山オーディション決勝終わって松川さんが勝った日なんですね。はい、なるほど、ね。その日が最強戦の日だったんですよ。へえー、そうなんだ。だからその日にリベンジしたんですよ。リベンジした。そう。したね。で松川さんはなんか地味に負けてったから、なんか俺が勝ったって感じじゃなかったけど、近藤さんが勝ったって感じだったけど。うん。別になんか俺、うん、なんかずーっとなんか何もせずに、なんか手も入らずに、なんか地味に消えてった感じだね。なんかイーシャンテンプッシュしてたんですけどね、確か。俺がなんかリーチ、メンピンかなんかわからんけど、リーチした時に、ドラドラでトンパツから愚形含みだけど押してたのは覚えてるんですけど。ああ、なるほどね。あ、あとあれだ、勝負の親リーチしたら、あれだわ、勝松さんが僕に刺したんだ。そうだ。あったでしょ。あった。うんうん、やめろって思ってたね。うんうんうん、そう、あるんで、そういうの。そうそうそう、それそれそれ。そうそう。でしたね。でもさっき作ったからまだね、はい、味がね、ちょっとしびれない可能性あるんだよね。しびれないね。そう、本当は一日置くのはいいんだよね。ああ、そうなんや。でもめちゃ綺麗だけどね、これやばいな。ちょっと写真撮っとこう。ちょっと戻して写真撮っとこう。どうすときゃいいじゃん。2日前ぐらいに、うん、携帯をね、新しくしたんですね。ちょっと壊れちゃったんでね。ああ、なるほど、ね。で、今 iPhone の一番新しいやつ、超綺麗らしいんで。あ、撮っちゃおうかな。ポートレートでね、しかも。わ、すげえこれ。おお。ちょっとこれ僕 Twitter にあげるんで見てください。むちゃ綺麗な写真撮れたから。今写真撮った松川さんの肉じゃが上げてるんでね、写真。めちゃ綺麗だから。あ、そうですね。最強戦の意気込みは、いや、勝ちたいですよ、めちゃくちゃ。うん。インタビューでもね、金本さんに答えてるから、もしかしたら映るかもしれないですけど、初戦なんですよ。2023年の最強戦の開幕戦で、はい、開幕戦の1戦目なんです。1戦目なんだ。で、相手が大井さんと、うん、前原さんと猿川さんなんですけど、うん、そこに出してもらえる。この美味しさ。しかも、二つのあれがあって、一つは、やっぱ金本さん分かっとんなっていう話なんですけど、うん、僕ね、その3ヶ月前、最強戦、惜しくもラスト前までトップだったんですけど、優勝したかもしれんぐらいまでいい勝負してたんですけど、ね、もうそんなんね、もう覚えてないじゃないですか、みんな。3ヶ月も経てば。うん、それがもう、あと半年も経てば、みんな忘れちゃうだろうから、このね、一発目に出してくれるっていうね、やっぱ金本さん分かってんなと思ったんですよね、僕の賞味期限を。早く、ね、次があった方がいいもんね。そうですね。あ、あの時の友添じゃんって、まだ今だったらちょっと覚えてもらえてるかもしれんところで出してもらえるのが、なるほど。やっぱいいですよね。M リーグも盛り上がって、また新しく最強戦もね、いろんなスターが出てくる中で、うん、秋とかにね、僕が出てきても、あれこいつ誰だったっけってなるんで、うん、賞味期限のまだあるうちに出してくれた金本さんさすがだなというのと、あと僕をその1戦目にね、うん、出してくれて、この、あ、大井さん、前原さん、猿川さん相手でも、まあ、友添やるかもしれんぞっていうことでそこにはめてくれたっていうのが僕はね、意気に感じていて、その意気込みというかね、その気持ちが嬉しいんで、やったろうかなっていう気持ちが強くなってるっていうのが、今ですね。はい、お二人の慣れ初めをぜひともお聞かせいただきたいと。あれだよね。覚えてます松田さん。僕は覚えてるんですけど。ビッグマウス祭りっていうね、謎の対局がね、スリアロであったんですよ、その。はい、
当時俺と友添さんと、まあ、教会にいた荒木、黒沢さん、黒沢さん、ミューの、そう、うん、4人で。覚えてました。そう。あ、よかった。あれがね、初めてその放送対局で打ったの、はい、多分あれが初めてのはず。マージャン打ったのが。マージャン打ったのは、うん。実はその前にね、まだプロの前に、友添さんさ、はい、うちの店によく来てたの。あ、ね。そう、実は。あ、それ覚えてました。そうそう、そう、渋谷の。それがあるんですね。そう。最初にね、まだ。一番最初はそこなんだよね、多分。まだあの時だってアフロじゃなかったでしょ。そうですね、ロン毛だったっすね。ロン毛だったよね。はい。確かね。そうそうそう。まだ松田さんも、あれですもんね、プロになりたてぐらいですもんね。そう。なってすぐぐらいかな。だ、13、4年前ってことですよね。そうだね。いや、インパクトが強かったから覚えてて。マジっすか、光栄だな。はい。その後にプロに入ってきて、はい、この名前覚えてるなと思って、その。あ、名前ちょっと珍しいっすもんね。そう。お客さんの名前ってさ、うん、とりあえず覚える。覚える。じゃん、その人間って。はい、うん。だから、名前と顔を覚えて、うん、で、パッて見たら、あれ、なんかアフロになってんなっていうのが第一印象だったね、その。あ、それはちょっと初耳でしたね。うん。溺れ話ですね。あれがもうだって10年以上前だもんね。うん、ビッグマウス祭りがいつは、9年前ぐらいなんですよ。9年ぐらい前なんだっけ、はい。うん。あれ、僕プロになって今9年半ぐらいなんですよ。夏になったんですよ。プロ最高位戦の夏の後期の試験で受かって、うん、2013年の夏にプロになったんですよ。関西からだよね、確か。関西からです、うん。リーグ戦を勝ったんですよ、たまたま、その時、うん、いきなり、うん。関西のリーグ戦に20人ぐらいかな、いる中で優勝して、優勝した人だけ新人王戦に出れたんですね、ベスト32から。はい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 。最高位戦の。関東の、うん、で関東のね新人たちが、うん、小僧どもがねいっぱい31人いる新人たちと僕がいて、うん、その新人王戦も僕優勝したんですよ。確かにそうね。そうです。プロ入り前から僕一番強いと思ってたんで、うん、リーグ戦もすぐ優勝して、うん、新人王戦も優勝したら、まあ、調子乗るっしょ、うん、調子乗ったよね。そりゃね。で調子乗ってて、うん、まあ、いろんなところで僕が一番強いって話をしてたら、ビッグマウス祭りっていう対局を組んでくれて、別にビッグマウスじゃない、松ヶ瀬さんのね。そう。あの、見た目っていうだけど、見た目だけで。はい。本当にビッグマウスの荒木さんと。荒木と。あと、黒沢さんは、あれなんだろうね。まあ、黒沢さんは。ミューの中ではっていうことなのかな。でも、ね、黒沢さんはね、あれなんですよ。本人もインタビューで言ってたんですけど、うん、俺は本当に強いからビッグマウスじゃない。って言ってましたね。あ、なるほどね。むっちゃ言ってるけどね。うん、俺が一番強いみたいなことを袋さんが言ってるけど、うん、本当に強いからビッグマウスじゃない。それを証明するって言ってましたね。なるほどね。はい。そう。でもビッグマウス祭りね、どんな結末だったか覚えてます、うん、覚えてるよ。あ、じゃあ、あの、結末までに至るあれ覚えてます？松田さん、オーラス何茶だったか覚えてます？オーラスは、俺、はい、ペイ茶だったんじゃないかな。よく覚えてますね。荒木が、10年前の、ね、そうね。そう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 。で、俺、荒木に対して、うん、テンパレっつって。そうそうそう、泣かして。泣かしてたもん、確か。でも、サングロして、イーシャン展開分からなきゃ、もうきつくてだったんですよね。そう。話長くなるけど、いいですか？いいよ。めっちゃ喋ってますけど、肉じゃがも食べたいけど、あの、ちょっと先だけ持ってくるか。あ、お願いします。あ、僕じゃあ、あの、焼酎。焼酎、ね。の炭酸割りお願いします。じゃあ俺ちょっと一人で喋っといていいですか、うん、あのね。ラス前で、友添がいて、松橋さんが当面にいて、松橋さんが親ですよ。南三局。で、僕の上茶に荒木さんがいて、僕の下茶に黒沢さんがいて、南三局。で、僕トータル2茶だったんですけど、一番僕が優勝にまだ優勝をかけて追っかけてる黒沢さんと、3万点弱ぐらい差があったんですね。2万7000点ぐらいかな、多分。なぜか、単葉ドラさんを1個泣いて、黒沢さんから直撃できたんですよ。で、オーラス1万1000点か1万2000点差ぐらいになって、羽根つもか満直みたいな感じに黒沢さんとなったんですよ、確か。で、黒沢さんがね、オーラス結構軽い手が入ってて、なので1個チーしかポンして、もうポン点かチー点だったんですよ。それを、まあ、松田さん絶対覚えてないと思うんですけど、松田さん倍率も条件ぐらいで優勝あったから、うん、かなりきつい3シャン点ぐらいだけど、うん、自分の優勝のことで考えたら、チートイドラドラかな、多分。そう。の、イーシャンテンがありやすくなってて、うん、もうそのもう、積もってきた老僧か小僧か忘れましたけど、うん、もうほとんど重なんねえだろみたいな牌だし、うん、当たり牌なんじゃなかったっけ？そう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 。ちゃっちゃと切りゃいいのに、うん、でも切らなかったんです、松勝さんは。そう。ちゃんと止めて、重ねに行きつつ上がり向かったんですよね、確か。うん、そう、確か石井というのイーシャンテンで、うん、うん、そう。絶対お前これ使えねえよみたいな牌だけど、うん、うん、そう。だけど、当たり牌だから切れなくて、うん、なんかそれ持ってもじもじしてた気がする。よく覚えてたんですよ、そう。それがあったんですよ。うん。で、俺は後から知ったけどね、それは。うん。あれも松田さんのおかげで僕優勝できたんですけど、で、実際、テンパ入ってる黒沢さんは上がれずに、親の荒木さんが松田さんのサポートにより仕掛けて、テンパ行くんで。テンパまで行ったんだよね。そうです。そう。そしたら僕最終手番で、
シャーチャの黒沢さんが入ってたんですけど、僕は最後の手番でテンパったんですよ。チートイドラだろう。テンパイ料もらおうと思ってプリって切って、チーソータンキかなんかでテンパイってしたんですよ。吐いて、で、黒沢さんがチーソープンって切ってきて、で、俺はそれで、お、ロン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 ってなって優勝したんですよね。確か、もう、ロン、何点って言った瞬間にもう、立ち上がってガッツポーズしてたんだよね。違うんですよ。それはね、ちょっと、もう一回、ぜひ見てほしいんですけど、ロンって言った後に普通に優勝決まって、うん、で、ちゃんと俺してたんですよ。うん、だけど、あ、これビッグマウス祭りだから、ちゃんとやった方がいいわと思って、うん、おーってやったんですよ。なので、2秒ぐらいはちゃんとしてましたけどね。ちゃんとしてた。行儀よくしてましたけど。はい。覚えてる、ね、ちょっとエピソード長すぎましたけど、まあまあ、あの辺が、始まりだよね、はい、要するに。そうですね。あれが、出会いっていう感じですね。そう。はい。